ご視聴ありがとうございます。今回は矢沢が二村兄弟に巻き込まれて講談界の三谷とやり合うストーリーの解説をさせていただきます。ここからはネタバレを含みますので、ご注意の上ご視聴ください。今日がベンツキラーだと知り、今日に絶縁宣言をした矢沢でしたが、翌日のんきに立ち小便をしていた際に今日が現れて拉致されてしまいます。しかし今日は矢沢に危害を加えることはなく、これから起きることを見てもらいたいと伝えるのですが、それは今日と同じ顔をしたベンツキラーでした。そして今日はこの男と双子の兄弟であることを明かします。その後パトカーのサイレンの音を聞いた今日が猛スピードで双子の兄弟の忍の後を追います。そして忍に追いついた今日がパトカーは自分が引きつけると伝えるのですが、忍は今日に鉄槌を叩き込み、これは俺の復讐だと言ってこの場を去っていきます。その後今日がベンツキラーではなく何でも言うことを聞くお人よしだと分かった矢沢が悪人の顔つきに変貌します。しかし今日がベンツキラーをやめさせてほしいと発言したことで、矢沢が飲んでいたコーヒーをあらゆる部分から吐き出します。すると矢沢が忍が心配ならまずは自分が体を張れと豪語するのですが、そこに今日と同じ学校のまどかという女が現れ、その後に今日が通う学校の9割が女子生徒だと聞いた矢沢が下心をひた隠しながら今日に協力すると宣言します。翌日矢沢が祈りを捧げているまどかに声をかけていました。そして矢沢がまどかに祈りを捧げている理由を問いかけます。するとまどかが交通事故にあって彼氏の目の前でこの世を去った友達のためだと伝えます。そしてまどかは犯人は講談界の三谷という男だということが分かっているが捕まっていないと話します。結局三谷は組の若い者に自首をさせて何事もなかったかのように日々を過ごしているそうです。そしてその事故で恋人を失った男が忍だと伝えます。するとそこに忍が現れ、今日に自分を止めると宣言した矢沢に立ちはだかる奴はベンツ同様にスクラップだと伝えます。その夜今日が矢沢に電話をかけて忍が出るかもしれないので9時に矢沢の家に行くと伝えたことで、矢沢の精神は崩壊寸前に陥っていました。その後矢沢が自ら二村家に来ていたのですが、その理由は二村家の単車をピカピカにして気分を良くさせてベンツキラーをやめさせるというおバカな作戦を遂行するためでした。しかし矢沢は洗浄液をかけすぎるというボンミスをします。するとそこに忍が現れ木刀を振りかざします。ちなみに今日はすでに忍にボコられており、矢沢を助けることはできません。その後ブチ切れ状態の忍が単車で矢沢に攻撃を仕掛けていたのですが、矢沢が大量噴射した洗浄液が功を奏して単車が制御不能になり、忍が転倒してしまいます。しかし忍はすぐに立ち上がり矢沢に攻撃を仕掛けようとします。これで矢沢が終わったと思ったその時、転倒の際に体を地面に強打していた忍が意識を失います。すると矢沢が忍を止めたと思い込んだ強があんたにかけていると伝えたことで、矢沢がこの件から逃れることができなくなります。翌日二村兄弟に悩まされる矢沢が街を歩いていました。するとそこに小生が現れ、矢沢にこの写真の男を知らないかと問いかけるのですが、写真の男は忍でした。そして小生がこの男が捕まれば腕の一本では済まないと話します。するとそれを聞いてビビった矢沢が忍のことを知らないと答えます。その夜今日が矢沢に電話で忍に狙われているので家にいると危ないので駅で合流しようと伝えていました。その後京都合流した矢沢が町を出るんだと指示を出し、矢沢に服従している京が単車を走らせるのですが、どうしたのか京は市街ではなく裏社会の男たちが待ち構えている国道に進みます。すると矢沢が国道はまずいと伝えるのですが、この日の京は矢沢の言うことを聞きません。なぜならこの男は今日ではなく忍だったからです。その頃国道では講談会の検問が行われていました。そして矢沢と忍は小生の前を通り過ぎて講談会の検問部隊のもとに向かっていきます。すると忍が単車を使って
講談会の男たちに攻撃を仕掛けるのですが、ここで矢沢が忍のポケットの中の火炎瓶を発見します。さすがに火炎瓶での攻撃はヤバすぎると思った矢沢が火炎瓶を放り投げるのですが、講談会の男が矢沢の投げた火炎瓶を銃で撃ち抜いたことで、この場は火の海と化し、矢沢が狙ってやったと思い込んだ京が笑みを浮かべてこの場を去ります。翌日、三谷が小生のもとを訪れていました。そして妙な噂を耳にしたと言って、小生と矢沢が写っている写真を出して、ベンツキラーと一緒にいた男と似ていると言って小生を問い詰めます。すると小生が人違いだと答えたことで、三谷がだったらガキどものケツを自分が取っても問題ないですねと伝えるのですが、小生が待ったをかけます。すると三谷が待ったをかけた理由を追求したことで、小生が何も言えなくなり、矢沢も狙われることになります。その後、小生は矢沢と合流し、俺たちはベンツキラーを弾く、それがお前であってもだと言って矢沢を警告します。しかし小生は矢沢だけなら助かる方法があると言って、土葬を抜いて俺と一緒に円弧を飛ばしてくれとせがむのですが、矢沢ができるはずがないと伝えます。すると小生が矢沢が仲間を見捨てたくないために拒否していると勘違いして詫びを入れるのですが、矢沢様は自分が助かることしか考えていませんよと小生に教えてあげたくなりますね。それはさておき、小生は矢沢にいざという時に開けろと言って紙袋を渡してこの場を去ります。その後、矢沢は忍と出くわしてしまい、忍の家で時が来るのを待つ羽目になってしまいます。そして忍が火炎瓶を作り始め、夜の8時にベンツ狩りを決行しようと伝えていました。するとそこに京が現れ、決着をつけるのかと問いかけると、忍がお前の勝手なフォローは許さないと言って矢沢を連れてベンツ狩りに行こうとするのですが、忍が突然意識を失って倒れ込んでしまいます。すると京が忍の飲み物に睡眠薬を入れたことを矢沢に伝え、そのことを聞いて家に帰れると思った矢沢が忍と共に命を張るつもりだったが残念だと言ってこの場を立ち去ろうとします。すると京が矢沢に諦めなくてもいい、俺たち二人でいいねと伝え、矢沢が思わずイエスと言ってしまいます。すると矢沢がとっさに紙袋を持ち出します。その後、忍が目を覚まし、京の目論見を阻止するために家から飛び出そうとするのですが、そこには矢沢が持ち出したはずの紙袋が置かれていました。その頃、矢沢と京は講談会の検問部隊の様子を偵察していました。すると京がその中に三谷がいないことに気づいて矢沢にそのことを伝えるのですが、矢沢は上の空でした。するとその時、ベンツキラーが現れたという情報が入り、それを聞いた矢沢がことは一刻を争うんだ、このままでは忍が手遅れになる、二手に分かれて探す方が早いと言って逃走を図ります。まさにゲスの極みです。その後、忍がベンツ狩りを開始していました。するとそこに三谷が現れ、組の若い衆を蹴り落とし、突然の出来事に驚いた忍がハンドルを切り損ねて転倒して意識を失い、三谷に拉致されてしまいます。その頃、矢沢は土管の中で鼻をほじってくつろぎながら小生から渡された紙袋の中身を確認しようとしていました。するとそこに忍を拉致した三谷たちが現れ、矢沢が慌てふためいて硬直状態に陥るのですが、ここで矢沢がついに紙袋を開ける決断をします。しかし紙袋の中にはまどかが作った弁当が入っていました。するとそこに三谷が用意させたドーベルマンが連れてこられます。当然のごとくドーベルマンが弁当の匂いに反応し、ついに矢沢の月もここまでかと思いましたが、矢沢が小柄な体型をうまく活用します。しかし残念ながら土管が転がって矢沢が姿を現すことになり、ついに矢沢の最後が訪れてしまうのかと思ったその時、転がった土管が木材を倒して講談会の男たちを倒します。すると矢沢が起こした奇跡に気を取られた三谷の腕を忍が蹴り上げて、地面に落ちた銃を忍が拾い上げたことで一気に形勢を逆転します。しかし矢沢がこっそり逃げ出そうとした際に、ドーベルマンが食べようとしていた
弁当を踏んでしまい、ドーベルマンに噛みつかれてしまいます。するとそのことに忍が気を取られてしまい、三谷の予備の銃で撃たれてしまいます。そして三谷の銃口が矢沢に向けられたその時、京が現れ川に飛び込んで矢沢を助けに向かうのですが、どう考えても間に合いそうにありません。するとその時、腕を撃たれた忍が立ち上がり矢沢の盾となり、三谷の放った銃弾を浴びてしまいます。それでも矢沢のピンチが終わることはありません。するとそこに小生が駆けつけ、三谷が気を取られた隙に矢沢が川に飛び込み逃げ出すことに成功します。その後、この状況から逃れることができないと思った矢沢が犯罪を犯して逮捕される道を選択するのですが、そこに京が現れ包丁を持つ矢沢が忍の仇を討ちに行くと勘違いして矢沢を連れてベンツ狩りを開始します。するとそこに三谷が現れるのですが、忍が生きていたと思い込み焦った三谷が車が炎上しているこの場で発砲したことで、この場がさらなる火の海と化し、忍を仕留めきれず下手を打ったと思い込んだ三谷が円弧を飛ばして矢沢と京の後を追います。そして二人に追いついた三谷が銃を構えたことで京が急激な方向転換をしたため矢沢が飛ばされてしまいます。しかし飛ばされた矢沢が三谷に命中するという奇跡が起こり、戦いの幕が降りたと思いましたが、この場に講談会の男が駆けつけたため矢沢が拉致されてしまい、その後に意識を取り戻した三谷にリーチをかけられてしまいます。すると矢沢が我が身可愛さに京と忍が双子だと伝えるのですが、自分が下手を打っていなかったと分かった三谷の怒りの火をつけてしまい、絶体絶命のピンチを迎えることになります。しかしこの場に小生が現れたことで助かったと思った矢沢が三谷に俺たちの黄金の友情を伝えるんだと発言します。すると小生がまさかのお前など知らないと発言したことで矢沢が恐怖でパニックになります。そして小生が矢沢のけじめは自分が取ると言って悪魔の形相で矢沢を睨みつけるのですが、自分の渡した紙袋の中の代物を矢沢が装着していると思っている小生が小声で俺に合わせて芝居をしろと言って矢沢に向かって銃を構えます。ちなみに矢沢は小生が空砲を撃つと勘違いしています。するとこの場に来ていた京が矢沢を助けるタイミングを見計らいます。しかし京が自分を助けようとしていることに気づいた矢沢が我が身大事さに猿芝居をやり出して京がこの場にいることをさりげなく知らせます。ある意味矢沢は三谷以上のゲス野郎かもしれませんね。その後も矢沢の猿芝居が続いていたのですが、三谷も空砲と勘違いをしたのか、小生に自分の銃で矢沢を弾いてほしいと要望を出します。すると小生が三谷の要望を受け入れて念仏を唱え始めるのですが、矢沢の様子がおかしいことに気づいてあえて矢沢の胸ぐらを掴んで自分が渡した防弾チョッキを装着しているかの確認をします。すると小生が防弾チョッキを矢沢がつけていないことを知り、通りかかった船に向かって矢沢と京を突き落とします。これで二人が助かったと思いましたが、その後に執念の男三谷が車で先回りをして橋の上から矢沢と京に攻撃を仕掛けます。そして船に飛び降りて矢沢を仕留めにかかるのですが、京が舵を切って三谷のバランスを崩して倒します。するとその拍子に三谷が落としたライフルを京が拾い上げ三谷を仕留めようとするのですが、三谷の背後にガソリンがあることに気づいた矢沢が三谷の盾となり、三谷を生かして罪を償わせろと言って猿芝居を始めたために三谷に捕まえられて人質にされてしまいます。するとその時、海の中からこの世を去ったはずの忍が船の中に這い上がってきます。そして忍は三谷に鉄槌を叩き込み三谷を倒すのですが、忍の幽霊を見ている矢沢が怯えます。しかし忍は幽霊ではなく小生の防弾チョッキに命を救われ生きていました。その後三谷が意識を取り戻し再び攻撃を仕掛けようとするのですが、悪事を重ね続けた三谷についに天罰が下されて三谷の左目の光が奪われます。そして自分のためなら仲間を平気で犠牲にする矢沢にも天罰が下されるのですが、京がかろうじて矢沢を救います。さらに小生のメッセージを矢沢からのメッセージだと
勘違いした忍が三谷の命を救い、因縁の戦いの幕が下りました。今回のストーリーは、矢沢が持つ月よりも矢沢に対する小生の友情が全てを解決した素晴らしいストーリーでした。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。